メゾネットタイプになっていて、上が玄関で降りてきて、下がリビングっていう形になってます。猫が使ってるソファ私よりも猫が使っている感じです。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。どうぞ。あら、猫ちゃんがそう、猫が4匹います。4匹。はい。下がリビングです。下なんです。はい、どうぞ。はるかです。ジュエリーのデザイナーをしています。33歳です。ベベットっていうブランドをやっています。基本的にはかなりシンプルでジェンダーレスで使えるようなものを作っています。珍しいタイプのお家ですね。そうですね、メゾネットタイプになっていて、上が玄関で降りてきて、下がリビングっていう形になってます。間取りはだいたい 3LDK の70平米ぐらいかな。持ち家なので正確にではないんですけど、だいたい15万円ぐらいのお家です。上のスペースで仕事をして、下が居住スペースになるっていうのがすごく気に入っていたのと、猫を4匹飼ってるので、猫たちがのびのびと暮らせるようなお家にしたいと思って、この物件を選びました。テーマはそれこそやっぱ仕事とプライベートが結構混在しているような形なので、できるだけこうリラックスして集中できるような、あの落ち着きのある空間をイメージしながら、少しこうちょっとトーンもモノクロで合わせたりとかしてやってます。じゃあ上の部屋からご紹介します。ここがオフィス、事務所として使ってます。白と黒とモダンな感じにはなってるかなとは、というかガジェット感ですかね。はい。こっちのガラスの奥が一応ここでジュエリーを製作をしている部屋になっていて、ちょっとアトリエというほどではないですけど、はい、製作場所になっていて、これを作ってこっちで検品して在庫管理してというような形で仕事しています。これはなんかヴィンテージのものなんですけど、ガラス張りで、ここのこう三角が全面ガラス張りになってるんですけど、これあの清澄白河にあるヴィンテージショップさんがあって、ストゥープっていうところなんですけど、そこで買ったやつで気に入ってます検品するときに広げたりとかもするので、できるだけ広くって思ってちょっと大きめのを買ってます。電球の形が怖いです。あ、ジャスパーモリソンっていうすっごいシンプルなデザインをたくさんデザインしている方がいらっしゃって、フロスっていう会社から出しているランプなんですけど、リビングにも一つちっちゃいのがあるんですけど、お気に入りのライトです。で、普段はちょっと猫いないんですけど、今は自由にしていて外見てます可愛いですよね可愛いされるがまま。お仕事中はじゃあ猫がもう来ない誘惑を断ち切って。あ、そうなんです、そうなんです。会いたい誘惑を断ち切って、この子たちはみんな下にいて私は2階で仕事をして、で降りたらいるという。こっちはちょっと比較的大きな家具が木でできているので、ちょっとあったかい感じのお部屋になっているのかなと思います。友達呼ぶのすごい好きなので、とにかくこう週に 2,3 ぐらいは友達をがいてここでご飯を食べてます、はい。で、このテーブルが長さ出しができるテーブルなんですよ、はいはい、倍の長さまで大きくなるので、はい、10人ぐらいで座ることもできて、はい、パーティーできます。パーティーです、はい、ホームパーティー。これは目黒のヴィンテージショップで買ったマッキントッシュのサイドボードです。カトラリー系をしまったりできるようになっていて、はい、それに合わせてこうメガネをしまったりとか収納しています。なんかこれが1個あるだけで結構空間がもう出来上がるので、色味もそうだし重厚感も出て、空間作りには結構いいスパイスになっていると思います、うんうん。こっちはジオラマっていう古道具屋さんがちょっと品川にあるギャラリーで個展みたいな形でされていた時に買ったものなんですけど、アートとかではなくて、もともとは工場で作業台として使われていたところがどんどん汚れていって、だから作業で使っていたコップの跡とかペンキの跡とか自然にできたものなんですけど、それをこうフレームをつけてアートとして、はい、残しているものなんですけど、意図的に作っていないっていう、はい、ものです本は
私が仕事上使っているこういう天然石の本、写真家さんも好きなので、そのあたりが置いてあります。ブランドやろうってのはきっかけとかあるんですか？ブランド、もともと会社に勤めていたんですけど、ちょっと辞めたタイミングで何しようかなって考えた時に、そもそもジュエリー作るの趣味 で作っていたものを販売をしてみたっていうところがきっかけで、でそれが8年ぐらい前で、なかなかまだインスタでこう物を売るみたいなのが今ほどではなかった時代なので、意外とハマりそうかもっていうのをその時に感じて、一度ちゃんと彫金学校に通い始めてブランドを立ち上げたという経緯があります。何も考えずに会社辞めちゃったので、そこからどうしようかなって言って考えてたどり着いた、なんか自然に身を任せたみたいな感じが結構あります。勢い大事です、もともと料理自体はしてたので、ある程度揃っているかもしれない。できる限りこう黒でまとめたりとかして、生活感出ないように工夫はしています。この辺とかも多分ニトリとかで集めたやつだと思います。結構手軽に手に入るようなところでキッチン道具を集めてます。この辺はもうスピーカーが置いてあって、アレクサが置いてあって、あと猫用の監視カメラ、ここから猫を外で見守ったりとかしています、はい、4年か5年くらい前に買ったリンロゼのトーゴです。このソファーを買った決め手が、繊維がすごい細かいソファーのこの生地を使っていて、猫がこう引っかいても破けれないっていうのが決め手だったんですよ。なかなかない視点でしたソファーっていうとやっぱ猫が破いちゃうっていうのがすごいあったので、パッと引っかいたりとかしても全然ダメージがない。もう5年ぐらい使ってるんで、だいぶ状態いいかなと思います。基本私が上で仕事してる時は猫はここにいるかベッドの中にいるかなんで、そう、猫が使ってるソファー、私よりも猫が使っている感じです。私結構地べたが多いんで、猫猫私みたいな、はい、感じです。はい、はい、これなんか段ボール職人っていうところが出してるキャットタワーなんですけど、これももう本当に猫がお気に入りで、みんな全部埋まるぐらいいつもここにいます、はい、ちょっとアートっぽくて、黒以外にも白があってすごい可愛くて、おすすめです。これジャスパーモリソンがデザインしたフロスのライト、こっちが卓上というか、高さはそんなにないんですけども、もう一個180センチぐらいのもあって、こうテーブルの上とかこういうところに間接照明で置きたかったので短い方を買ったんですけど、なんか夜映画見るときとか、暗部屋を暗くしてライトつけて映画見たりお酒飲んだりしてます猫と一緒にこれで、はい、お酒飲んでます。うち地下なので、ちょっとこう光が入るように、ここはベランダというかドライエリアになってるんですけども、ちょっと猫たちが食べちゃうので室内に置けない分、ドライエリアでちょっとこう植物置いたりとか、それこそ夏の時期とかはここで一人で飲んだりとかもしてます。一人暮らしする時のポイントは、広さとか立地とかは変えられないけど、なんかインテリアでできるだけこう広く見せるために低いソファーにしたりとか、テーブルを小さくしたりとかで、余白を作るとどんどん広く見えるので、そういう風に変えられるものと変えられないもので分けて考えて、一人暮らしを検討してみるといいと思います。本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。